これで最悪で、これで倒してみて。あ、本当に痛くないですね。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整体院、整骨院に通っても痛みが改善していない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善するための動画になっていますので、ぜひこのチャンネル見てください。松田さん、あいよ、首の左側だけ痛くて今ね、ちょっとどんな次動画なのって聞いたら、あ、いや僕が本当に痛くて左側だけ。そうですね、左側だけ痛くて、こっち側だけ、はい、右は大丈夫なんですよ。右に傾けて伸びるときと、うん、あと右を向くときに痛くて、はいはい、ああいいね、素晴らしい素晴らしい。で逆側が全然痛くないんですよ。ああ、こっちは大丈夫、これも大丈夫ね、はい、痛い方を向くのも大丈夫、痛い方とは逆を向くのが痛い、痛い方に倒すのが痛い、はい、で左側だけが痛い、はい、あ、OK です。どうにか。それはちょっとかわいそうに何が起きたみたいな。これはね、何かというと、ね、左側だけが痛いっていう場合だと、今の情報だけでもめちゃくちゃ大事で、左側を向くこれってなってくると、これは筋肉性だったりとか筋膜性、そこに付随して、膜関係なんで内臓とか、そういうところも関係するかもなと思いますと。で、なんでかって言ったら、痛みって複雑そうで、痛みを起こす場所って結構決まってるんですよ。で大きく4つぐらいあります。で、何かというと、まず1つ目が関節、いわゆる骨と骨の間にある場所が挟まっていたい、伸びていたい、関節包ってやつがあってね、周りにここが伸びていたいとか縮まっていたい、挟み込んでいたいっていう関節性の痛み。次が筋肉、筋肉ありますよね、筋肉が伸びていたい、例えば太ももの後ろをぐーっと伸ばしたりするじゃないですか、とか今これぐーっと伸ばして、あー伸びてて痛い、これ筋肉性の痛みですね。あとは神経が圧迫されて、神経が、まあ神経が痛いというか、神経が痛みを感じるので、神経がこう圧迫されちゃって痛い。だいたいこの大きく3つで、ここに付随して筋肉とも中身がつながっている、何かって言ったら内臓です。3つ目がね、内臓性の痛み。内臓はでもこれ筋肉なんですよね。内臓って平滑筋っていう筋肉なので、筋肉の一部になっていると考えると、大きく、まあ内臓もありますけども、大きく3つで考えてもらっていいかなと。筋肉、関節、神経、これがいわゆる三大構成要素って言われて、痛みを起こしやすい物質だと思ってください。で、今のから言うと、痺れが起きているわけでもなくて、神経が圧迫されやすい場所かって言って、まあ圧迫されやすいけど、そうでもなさそうだなと。この若さだからね、はい、26でしょ。26ですねまあ神経ではないだろうって言ったら神経じゃなくなるんですね。次は関節か筋肉ってね。で、関節って首、これ後ろから見てますよ。で、頸椎って骨と骨の間が関節なんですけど、で大体ですけど詰まっていたいんですよ。詰まっていたいことが多くて、左側に詰まるっていうと関節がこんな風になっていく。だから左側に傾けると関節が詰まっていくんですよ。で、左側を向くと関節がまた詰まっていく、いわゆる縮まっていく方向になる。逆にこっちに倒すって関節が伸びる方向なんですね。関節が伸びるから骨と骨がこう伸びてくるじゃないですか、距離が。例えば今こうなってますけど、こうやって首倒すとこんな風に、こんな風にね、こんな風に関節が伸びていくんですよ。骨と骨の間が伸びていく。だから横に倒れる。詰まっている時に痛いんですよ。でもね、左側大丈夫、右に倒すっていう、ここの関節が詰まる状態でも大丈夫。逆にこっち側、逆に関節が開く方、詰まってじゃなくて開く方で痛くみが出てるんであれば、関節性じゃない可能性が高い。ほう。ですね。と考えると何がある？筋肉。そうなんですよ。筋性だろうって話ね。だから筋肉が原因じゃないかっていう話になってくる。例えば今スケさんさ、ちょっと動かしてみてほしいけど、どう、今動かして痛い、はい、こっち倒すとこっち痛いよね、はい、OK、そしたら腰をね、ちょっと姿勢正して腰を反るようにしてみて、ちょっとギュッとお腹前に出せるんです、はい、でこれで倒してみて。あ、痛、本当に痛くないですねリアルに痛くない、ね、はい、痛くないでしょ、はい、で、その場合だったら、姿勢から来ている、まあ、仕事がねずっとこうやってパソコンやってるからね楽でしょ、さっきより、はい、ね、あの姿勢から来てる筋肉の負担が来ての痛みだと思う。で、何かって言ったら、だいたい座ってること多いじゃん仕事で、はい、で
人間の背骨って生理的な湾曲って言って、腰が反る、胸椎は丸くなる、首は反るっていう、この生理的な湾曲が起きることで、いわゆる上からの衝撃をこう衝撃吸収してくれてるんですよ。これがいわゆるこうまっすぐな状態だと背骨に直で重力かかっちゃって負担が大きいので、これを逃がすためにこの湾曲があります。湾曲、反って曲がって反るなんですけど、だいたい首が痛い人って猫背が多いんですよ。で、猫背が多い原因って何だと思う？ちなみに。デスクワーク？そう、猫背になってるから頭が落ちちゃうから首を上げようとしてこうなってます。ちょっと筋肉使ってるじゃないですか。筋肉使ってて痛いになっちゃってるんですよ。で、なんでじゃあここが丸くなりすぎますかっていう話をすると、これは腰が伸びてしまってる可能性が、いわゆる伸びてるというか曲がっちゃってるパターンがある。で、座ってるとこうなるじゃないですか。骨盤がこんな風に、骨盤ピッと立ててる人いないでしょ。だいたいこうやって後ろにこうなってくるんです。ちょっと腰が曲がっちゃうんですよ。腰曲がっちゃうよね。腰曲がっちゃうとこのままだと後ろ行っちゃうよね。次、はい、倒れちゃいます。そう、骨盤がまっすぐだとこの生理的な湾曲でいいんだけど、後ろに行っちゃうとこんな風になっちゃう。そうするとどうする？あー、後ろに倒れる、倒れる。前に頑張る、前に行こうとする。前に行こうとする。でも前に行けるのは、腰は前に行こうとしてもあんま曲がんないよね、はい、伸びる関節が曲がる。でもまだ行けないなると、曲がりやすい関節って胸椎なのよ。胸椎が曲がるじゃん。そうするとこれ、この猫背になって、あ、頭が倒れるなるでしょ。次は、はい、ピシャのシャトーみたいな感じ。こっち倒れる、こっち倒れる、あ、倒れるぞ。で、最後頭をグッと上げる。そうすると首の筋肉ずっと使いすぎて痛いんですよ。でなった場合に何が起きてるかって言ったら、どこ治療する？ここ。違うね、腰。そう、腰というか骨盤ね。そう、だから腰反ってって言ったら、腰反るって無理なんですよ、このまま。腰反るって言った瞬間、多分骨盤が立ったんですよ、こうやって、はい、でしょ。腰反ってって言ったらこうなるじゃん、こうなるじゃん。そしたらこの性的な湾曲がしっかりなってると、ここ曲がんなくていい。逆に曲がってると前倒れちゃうから、であと勝手に伸びるんですよ。伸びたら筋肉が負担なくなってきて、あれ、楽になった。だったら骨盤が原因だから、骨盤のところに対してのアプローチやってあげた方がいいかなと思います。だから左側の首が痛いっていうのに関して言うんだったら、だいたい今左利き、左で軸足を置いてること多いじゃないですか。で、だいたい右でこうやってマウス使ったりとかするから、はい、こっちずっとこうなってるんです。そうですね、うん、で今のは横から見た時の話なんで、この状態で曲がってる。で、前から見た時にだいたいこうなってるわけよね、はいはい、うん、こんな風になっちゃってる場合が、ね、でこうなってるじゃん。でなった時にずっとこっち側が固まってるんで、それで首のとこ硬くなりやすかったりがあるんで、まあその姿勢もある。だからマウス逆にしてもいいけど無理じゃないですか、はい、でだからこれって結局骨盤で左右がこうなってるだけだったらまだいいんですけど、猫背プラスこんななってたらもう姿勢やばいじゃないですか。最悪ってことですねでこの姿勢でこうなってる状態でこう動かしてると、こっちは倒れてるのをこうまた上げようとするわけよね、こっち側が。そしたら左の首って痛くなりますよねって話で、あー首が痛い、当たり前だよみたいな。倒れるのをどうにかこうやって上げてるのがこの首の筋肉だから。だからこの左右差は仕方がない、右手左手があるから。でもこれはどうにかしてた方がいいよねっていう、はい、うん、この状態プラスこうなってたら、それは左の首頑張るから、せめてこっちだけでもってことで股関節を治療してあげた方がいいと思います。あとは、まあ、左右差がやっぱり出やすかったりする時があるんで、本当に左手を使うっていうのをちょっと意識してみたりとか、あとは座席あるじゃないですか、座席の左側だけちょっと上に上げとくとかもいいんです。こうなるじゃないですか、はい、こんな風になったり、もしくはこうなったりもするかもしれないから、この左右のバランス取るためにもこっち側をちょっと上げておいて、すると姿勢がこうなりにくかったりする。で、だいたいパソコンやってる時ってこうかこうで、落ちてる方を高くしてる。で、肘がない人いるんですよ、ここ、はい、肘置きが、肘置きがなくってって人がいれば、肘置きを置くだけでも全然違う。で、肘置きがなかったら机に置かないといけないんで、自分の石を前にやってあげるだけで肘が置けるでしょ。もう最悪これ。それですね。自分。なんか自分見てるのかと思ったっすね。これ、最悪。骨盤曲がって、これで、これでしょ。で、大体右に行くとこうなるから、こうなってる。だから、せめて肘が置ける場所があるとこう違うね。肘が置ける場所があるんだけど変わってくると。あとはもう休憩こまめに挟むっていうのと、骨盤が起きるようにってところで、こうなるじゃないですか。だから、クッションあるでしょ。クッションをお尻の後ろの方に入れてあげてくると。っていうのも全然いいと。
はい、そうすると骨盤が立つじゃないですか。骨盤が立つことを意識してあげながらやっていく。やっぱパソコン使うのはないって言っても無理なんで、パソコンを楽に使えるようにって意味で骨盤が立つようにと、あとは左にこうならないようにちょっと肘上げてあげたりとか、クッションを置いてあげたりとかして楽に動けるようにしていくと背骨は楽ですね。で首も楽になってくると思う。左の首が痛い。あとは心臓の影響もあったりする。心臓が負担がかかっててとかもあるし、はい、あと食べ過ぎ、胃があるから。あるんでこうなる。内臓性の痛み。内臓性。今回自分は筋肉性だったじゃないですか。うん、今の骨盤を上げただったら股関節から来てる肩の痛み。左だけ痛い時の神経性の痛みの時っていうのは何があるんですか？神経性の痛み自体は、でも左だけの神経性の痛みってあんまないかもしれない。ないね、両方出ることが多いんだけど、この神経根っていう場所、この神経が出てくる場所がこう出てくる、首に出てくるんだけど、これは胸郭出口っていうんだよね。胸郭から出口で、胸郭から出てくる神経が出てくる場所、胸郭出口症候群っていうんだけど、これが尺閣筋とか、あ、鎖骨、あとは小胸筋とかっていう、この3つの場所が大体圧迫されやすいんで、まあ片方で起きてる場合は胸郭出口症候群ってやつが原因かもしれないんで、そこに対してアプローチやるのが一番ベストかな、はいはい、でこれは筋肉なのか鎖骨なのか小胸筋なのかってとこ見極めていけば、大体まあ左が、まあ右側もあるんだけどね、そこはしっかり見やすいかなと思いますということですか。はい、ちょっと意識してやってみようと思います。スケさんは完全に姿勢ですね姿勢が悪すぎたということで、お尻の筋肉緩めるというね、だからね、はいはい、だいたいお尻の筋肉が硬くなりすぎてて股関節が曲がんないんですよ。曲がんないから骨盤前傾できなくってなってるからこうなっちゃうんで、股関節がしっかり曲がるように股関節周り柔らかくしてあげるだけで全然首が楽になると思う。はい、ということで、これ大事なのはどんな治療法がいいとかじゃなくって原因見つけること。今みたいに一個一個ちゃんとやっていけば必ず痛みって解決できることが多いです。もちろん無理な場合もあります。ですけどまだやってみてことがないんであれば、やっぱり原因を見つけるってことしっかりやってほしい。で原因を見つけてって、じゃあ緩めるだけじゃなくってこれを鍛えていかないといけません。なんで腰がこれ丸くなるのって言ったら、お尻の筋肉はしっかり発展してない、腰の筋肉は発達してないね、使えてない。だから緩めるってのも大事だけど鍛えていく、これは MSM って言っちゃやってて、モビリティスタビリティムーブメントね、緩めて鍛えていく、そして整えていく、動きにつなげていくっていう風にやっていくことによって痛みが戻らなくなってくる、根本的に解決できて好きなことができるようになってきます。で私は全国で整体復活って言ってね、直営店やっています。 MSM メソッドをねしっかり全国でやらせてもらっていますので、概要欄の方に整体の情報を貼っていますので、もし痛みを根本的に解決したいってことであれば、下の概要欄の方から近くの店舗のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE の方で予約をしてみてください。ぜひね YouTube 見ましたって言って予約してみていただければと思います。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みなのでよろしくお願いいたします。あとはさっきの整体の情報も概要欄貼っとくので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の動画の時どうもありがとうございました。また見てください。